コップ1個あげたら最後まで勝手に全部飲む。調味料使ってない店なんです。こんなのにはイベさんこの感じでおもろいこと言えたらずっとよろんよすごいです。今日もね、新大久保に来てるんですけれども、本当の意味の穴場をちょっと僕見つけちゃったかもしれない。本当の意味穴場のお店ってよくさ紹介するじゃん、はい、でもさ穴場と言ってもちょっと知られてるだとかまあなんか知る人は知ってるね。そうそう。こんなとこにこんなお店あったの？なるほど。連絡してみたんだけど、新大久保にある店だけど週末全然人いなくて平日は人いっぱいいるらしい。逆に不思議じゃない？新大久保っていうか東新宿じゃん。そう、新大久保のあの道をさわーって最後まで突っ切ってもうほぼ東新宿のこの道まで出ちゃうじゃん。分かった。オフィスあるからでしょ。そう、新大久保の通常の客層が来ないようなお店ってぐらい隠れたところにあるんだけど、ちょっとメニューとか見たらめっちゃ使えるかもしれないと思う。でうちらにもぴったりかもしれないということで今日はそのリサーチも兼ねて言ってみようと思います。レッツゴー。あなたの番です。穴番。ここを、そうこのすき家の手前を左に曲がるとここまで行く人あんまいないと思う。あそこにへそんちゃん。へそんこれは分からんて。噂のへそんちゃん。噂のへそんちゃん。そう、1994年からやってるから28年プレイヤーあんまりないで新大久保に。相当じゃんね。じゃあね、やってないんじゃないかぐらい人いない。土曜日なんよ今日。これから6時で、カウンターあんのやっぱりでテーブル席もあるし。あれ観光客のお店じゃないな。こっちは全部サラリーマンと常連。常連と、うん、こうしよう。へそんちゃんはお名前ですか？前の店がへそんだったから、あ、じゃあそこから取ってその道駅で私が一番古い人になっちゃったね。へえー、確かに94年って相当だもんね。そう、この時代にはうちの店以外にはお店がなかった。今は若い子たちの街になっちゃったから、観光料理がね、そうそう、味わかるかなって希望がする。調味料うちの天然じゃない。天然の調味料自分で手作りの出汁みたいで、調味料使ってない店なんです。だってランチはこうやっていろいろね、日替わりランチもあるし固定のランチもあるし、めちゃくちゃ良くないこのランチメニュー。安いですね。そうそう、1000円以下がないの今はランチが。これがなんか飲み放題とか安いんだ。飲み放題は安くはないよ。うん、90分で1300円。安っ安い。でもこれ韓国焼酎って焼酎じゃん。そう、焼酎入ってる。え、どっちでも焼酎は入ってる。だってこれ2本飲んだらもう1700円。これがさ、そもそもさ観光価格じゃないじゃん。じゃないね。安い。そもそも調味すると200円ぐらいですよね。あれハイボールサワーいくらでも飲める。コップ1個あげたら最後まで勝手に全部飲む。自由に飲むんだ。うん、ベロベロ結構するけど、家大丈夫そのぐらい。じゃあ飲み放にしますか。2人がダメ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 だ。4人以上。そう、あ、4人以上じゃないと飲み放題頼めないと。あ、よく見たら書いてある。そういうことか。これまで P ボーイで取材をしてきたお店とはなんか気分違うわ。なんかちょっと違うよね。なんだろう、居酒屋。あ、確かにそれはあるかも。乾杯。じゃん。ねえ、今日じゃん。あ、美味しそう。うわあ、自家製ムーマンドゥ。なんか神々しいな。形可愛い。うわあ、でも新大久保で手作りムーマンドゥが食べれるのはだいたい冷凍のさ、そうね、多分ビビゴとかでやってるの使ってるよね。いただきます。わあ、ニラか。うめえ。餃子スッキーなワッキーは超刺さると思うね。優しいグビだよ。うん、なんかほっこりしてるね。ほっこりうまさだよね。これも常連が必ず頼む。いいわ、どうでもいい話ぐる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 しながら、そんな気分になる、食べるのに最高です。ひげらさん、おー、わー、肉とゆらぎ餅を一緒に挟んで食べますよ。うわー、これうまそう。ニラキムチなんだ。あ、美味しそう。このニラマジうまそう。ニラキムチ取ったほうが。わーい。これ一人でしっぽりするのにもちょうどいい店かもしれないな。超いいじゃん。ニラとこういうこと。そうだね、そうそうそう、こうやってもっとニラ食べてもいいぐらい。うん、うわ、肉うまっ。ニラの匂い食べる前にパンってくる、うん、だからパンチ強めだなと思ったら、うん、優しい。これまた優しい、優しい7みたいな。7どっちの7？漫画7の7みたいな。まあ7って2人いるじゃん、うん、あっちの7どっちだうんこがあ、このニラキムチめっちゃうまくない？めっちゃうまいね。うわー、食べたことないなこの味。確かに肉うま、肉超うまい。肉がなんか柔らけ、うん、ご飯来るのにまだ時間かかりそうですけど、めちゃくちゃご飯食べちゃうこれ。あら、音がいい。まあ作った旨味がないからさ、割と味薄めなんだけど、うん、それがね、いいのかもやっぱり。ほんとだ、余計な装飾つけてないでしょ。うん、てか粉の味ほんとそうだよがうまいね。美味しいうどん食べてる時あそうかも。あ、それかも。うまっ。あ、それだ。まずね、はい。ああ、キムチ。ああ、そして。おお、すっごいいい匂いするキムチが。本物。本物キムチ。嗅いだことない感じ。この店独特の味付けがありそう、マジで。マジで家だよこれ。結構一般的な韓国の夜ご飯ってこういう感じかもね。ああ、なるほどね。本当にあ、酸っぱい。いや、結構酸っぱいよね、多分。キムチ自体を噛むとスワーって酸っぱいうん、あ、辛い。あー、熱くなってきた。あ、マジで家ご飯食べてる気分すげえ。本間のご飯が食べたいみたいな気分の人はめっちゃいいかも。常連が多い理由がなんかわかるけど、うん、全部常連だけ味が変わる。美味しい、それでもまあ確かにそれあるかもね。上級者かもね、ここに来るのは。そうなんだよね。このニラキムチやだね。なんかそう考えるとさ、新大久保ってさ20年ぐらいでさ、うわーってなって、わーってなって、わーみたいな変化が激しい、うん、とんでもない勢いだよね、うん、やばい、この本しすぎておもろいこと今日一個も言ってないなんか今、でもこの感じでおもろいこと言ったらずっとすごいよ。次は絶対飲み応えマシーン使えるニュースだよ。いや、マジでそれだわ。絶対楽しいと思う。혹시 그 상님이 인정하는 신옥구보 맛집은 어디예요? 자기 집 말고 인정하는 음식이라는 건 손이 하는 게 아니고 입에서 하는 거야. 자기가 먹었던 음식 맛있잖아 옛날에. 그 맛을 만들려고 애를 써 사람이라는 내가 맛을 아는 사람이 맛있게 만들어. 집에서 음식 했던 엄마들이 왜 주방에서 음식 하는 게 아니야. 음식 하나도 모르는 사람이 일본에 와서 음식들을 다 해. 이쪽으로 와갖고 어떻게 할 일이 음식밖에 없어서 한 엄마들이 다 음식점에서 일을 하는 거야 지금. 근데 그게 아닌 사람이 있잖아. 애초부터 그냥 음식을 하는 사람. 왕족발집. 오쿠보 애끼로 가는 뒷길 있잖아. 애끼하고 거기가 딱 중간쯤에 약간 반지하처럼 내려가는 족발집이 하나 있어. 쌈 진짜 요령 있게 잘해. 그날에 괜찮아. 쿠소시. 쿠소시. この撮影終わった後1時間弱お母さんのノンストップマシンガントークを聞いて、いやすごかったよ。料理のこだわりがもうすごすぎて、こだわりの強さだけで1時間も喋れる人ってすごくない？知られざる名店ということで、これが本物の韓国の家庭の味だっていうのを分かると思います、うん、本当の穴場なんじゃないかということで、今度から来てみるのもありなんちゃうか。基本韓国語で物事進んでて、僕がロックオンされてジンスが携帯いじり始めちゃうとどうしようもないから、途中で気づいてみたらワキがって絶対分かってないのに。でもまあキャベツとかですから、キャベツって言ったりしてたよ。